本日も、霊夢と陽夢の話題のチャンネルにお越しくださり、ありがとうございます。本日の担当は、ゆっくりの、霊夢、です。よろしくお願いします。そして、ツッコミ隊の霊夢さんとマリサさんです。はーい、ツッコミ隊の霊夢です。はーい、同じく、ツッコミ隊のマリサです。よろしく聞くねー。じゃ、今回のメニューをご案内いたします。今回は、調査、ケチが多い、都道府県といえば、というニュースを、お伝えいたします。時間の関係で、このニュースのみとなります。ご了承ください。珍しいな、一本のみって、わら。それじゃ早速、行ってみましょう。調査、ケチが多い。都道府県といえば、何かとネガティブな印象が強いケチ。視聴者の皆様が、ケチと聞いてまず真っ先に思い浮かべる都道府県といえば、どこだろうか。これまでに出会ったケチな人を思い出し、その出身地を挙げる人もいるかもしれない。はたまた、旅先での、経験からケチのイメージを作り上げているのだろうか。Jタウンネットでは、2019年9月19日から11月6日の期間、ケチが多い都道府県といえば、どこ?という質問で、読者アンケートを行った。総得票数3546票。果たして、晴れて、1位に輝いたケチな都道府県はどこだろう?ちょっと待ったー。はーい、何ですか?せっかく、1位の紹介から行こうと思ってたのに。いきなり、1位に行くのかよ。ちっとは番組の構成考えろや。そうそう、テレビだったら、最後まで、引っ張りに、引っ張って、なかなか出しゃしねえんだぞ。お姉さん方、ここのチャンネルは、テレビじゃないので、同じ土俵に乗る必要はないかと、わら。まあ、そりゃそうだけど、普通は、下位からだと、思うんだけどな。じゃ、下位から行きますか。全然面白くないと思いますけど。そだな、なんかもう、考えるのめんどくさくなってきちゃった、わら。お前もう、好きなようにやってくれ。そうですか、はい、わかりました。じゃ、続けていきますね。あ、そうそう、ちなみになんですけど、お姉さん方のケチな都道府県、1位って、どこですか?そうだな、これ実際に、その県でケチな人とかに、出会ったことないんで、印象とかイメージからになるけど、大都会かな、中でも、大阪って、イメージだけど、わら。じゃ、マリサさんは?私は、やっぱ、名古屋が、ケチだとよく聞くんで、名古屋にするんだぜ。すみません、マリサさん、名古屋は、市なんで、都道府県じゃないんですよ、わら。ずこう。あ、そうだったな、じゃ、今、人気者の大村知事の愛知県で、ファイナルアンサー。わかりました。霊夢さんが、大阪府で、マリサさんが、愛知県ですね。じゃ、いきなり行きますよ。もはや他の追随を許さない存在感。さて、左の図表を見ても明らかなように、堂々1位は、大阪府だった。やったね、霊夢さん、大当たりー。でも商品なんて何にもないので、あしからず、わら。なんでやねん、普通は、ハワイ旅行とか、世界一周とかじゃないの。そんな商品つけてたら、うく主さん、破産しちゃいますよ、わら。それでなくても、ちょうどケチなのに、わら。じゃ、続けていきますね。全体の3割強を占める1118票を獲得し、2位の愛知県466票にダブルスコア以上の差をつける圧倒的な結果だ。かねてより、ネット上などで大阪人はケチと言われていることもあってか、イメージ通りの他の追随を許さない存在感を見せつけた。ついで、京都府421票、東京都214票、香川県130票と続き、トップ5にランクインしている。うどん県とも知られる香川県が食い込んでいるのは、少々意外な印象を受ける。マリサさんの選んだ、大村知事の愛知県は、2位でしたね、惜しい、わら。別に、商品も何もないんだったら、どっちでもええわ、
わら。まあ、そうひねくれないでくださいよ。それじゃ、記事の続きに行きます。トップ5にランクインした地域について、改めてツイッターの声を紹介しよう。納得できるところはあるだろうか。大阪人はケチの塊。地元民には申し訳ないけど、愛知県民は大阪人よりも、ケチだと思います。ケチ、いけず、ええかっこしいは京都人の美徳ですえ。大阪人ケチとか言うけれど。実際東京人の方が、懐小さいからね。香川県の県民性ってのは、ケチであること。とにかく財布の紐が固い。味より何より値段を取る。それが香川県民。他の地域について述べる時でさえ、名前が登場する大阪。一体、なぜここまでケチなイメージが、ついてしまったのか。日本経済新聞の、18年10月4日のウェブ記事、大阪人ってケチ、倹約、もっと関西。で、大阪の文化に詳しい、大阪府立大の橋爪真也教授は、東京の人との、気質を比較して論じる際、詳細が大阪人の長所とされてきたが、転じて、がめつい、という、ネガティブな評価にもなった、と分析していた。天下の台所、として、江戸時代には物流、商業の中心地であった大阪。どうやら、そこで培われた、詳細が転じて、現在のケチなイメージに結びついているようだ。九州人は太っ腹。ちなみに、今回の調査で6位以下の地域はこちら。皆様の地元は何位だったろうか。NTT 東西のエリアによる境目を参考に、新潟、長野県、山梨県、神奈川伊東を東日本、とした場合、ランキング25位までに登場した東日本の地域は、東京4位、山梨11位、埼玉13位、長野17位、神奈川21位、千葉23位の6都県のみ。どちらかというと、西日本の方がケチのイメージが強いようだ。その一方で、下位となった地域を見ていくと、鹿児島39位、熊本43位、長崎45位、宮崎47位、と九州地方が集中しているところも興味深い。どこから来ているかは不明だが、九州人、特に南部、には太っ腹なイメージがあるらしい。ケチというと聞こえは悪いが、倹約家であるとも言える。この結果を見て、読者の皆様は改めて何を思うだろうか。2019年11月8日。やっぱ、ケチな都道府県は、大都市を持つところが、多いようだな。そのまんま東の宮崎県って、最下位ってことは、地味に、印象がないっていうか、知らないってことかな。太っ腹って、印象は、ないんだけど、わら。下位の都道府県は、住んでる人たちの印象が、やっぱ低いとこばっかしの気がするわね。テレビに出てくるタレントなんかの出身地で、その印象が、決まっちゃう、みたいな側面も、あると思うわ。そうそう、沖縄だったら、アムロちゃんだとか、ジョッチュネイ、さんだとか。北海道だったら、松山千春でしょ、東北は、吉幾三、千正男だったりするしね。でも、今言ったタレントさんに、ケチなイメージあった？莫大な借金王は、いらしたみたいだけどね、わら。じゃ、ネットの反応をどうぞ。大阪民国。これは圧倒的に愛知県だろ。すでに何度も検証されてきたことを今さら。知らんのか、心がケチな大都会。福井はケチだよ。おっさんだが、俺が若い頃は徳島県か、貯蓄率日本一だったな。倹約は美徳。飲食者が多いのは愛知県。どう見て岩手とか鳥取とか、大分とか石川ってどこよ？って思いました。九州は実際のところ、パチンコ狂いのガバガバが多いだけだろ。名古屋、大阪、隣に引っ越して来られて改めてわかった。クズの娯楽、地域対立。愛知県、中華名古屋だな。思い込み激しいのが、1100人いることがわかっただけだな。嫌いな都道府県とほぼ一緒。間違いなく東京。徳島に全く悪気はないが、徳島県のイメージが浮かんだ、坂東英二のせいか。
くだらん、根拠もないし、インフォーマントの分布に関する情報も一切ないし、単なるイメージやろ。大学のレポートなら落第やでこんなん。江戸っ子は酔い越しの金は持たない、ケチは東京に来たかって。京都のケチさはえぐい、得意みたいにケチなことを気づかれてないことが多い。愛知は金髪副社長の遊びに、補助金出すくらい懐が広いんだが、勝手にケチにしないでくれる。やっぱ、悪い事件とかがあったところはな。最近では、金豚とうなぎ犬の愛知でしょ、得意の京都もな、わら。金の事件や問題が、やっぱ、ケチの印象を作るのかもしれないな、わら。じゃ、今回は、この辺でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。